オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は11月第2週目にフランスで注目されたニュースを、第2部は第1部で取り上げた中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは11月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。フランスで最も権威のある文学賞ゴンクール賞の受賞者が決まる。11月4日月曜日、フランス語圏で最も権威のある文学賞ゴンクール賞の受賞者が発表されました。受賞したのはジャンポール・デュボワ氏のすべての男たちが同じように生きているわけではないです。カンヌ映画祭とアヌシーアニメ映画祭で受賞、話題のなくした体フランスで公開。11月6日水曜日、今年のカンヌ国際映画祭の国際批評家週間において、アニメ映画で初めて同部門でグランプリネスプレッソ大賞を受賞し、アヌシー国際アニメーション映画祭でも長編映画賞と観客賞を受賞した話題の作品なくした体がフランスで公開されました。フランス移民対策、2020年より就業目的の滞在許可発給数制限へ。11月7日木曜日、エドゥアール・フィリップ首相は、2020年より就業など経済的理由でフランスに来る外国人への滞在許可の発給数に上限を設けると発表しました。第一次大戦中、バルト海で沈んだ船からコニャック600本。11月8日金曜日、第一次大戦中にバルト海で沈んだ船キロスからコニャック600本、ベネディクティンと呼ばれるフランス産リキュール300本がスウェーデンの企業により発見されました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はフランス移民対策、2020年より就業目的の滞在許可発給数制限へです。11月7日木曜日、エドゥアール・フィリップ首相は、2020年より就業など経済的理由でフランスに来る外国人への滞在許可の発給数に上限を設けると発表しました。発表によると、2020年の夏より就業目的でフランスに来る職業移民への滞在許可の発給数に上限が設けられます。対象者のほとんどは会社員ですが、季節労働者、アーティストのほか、科学者などの学術研究員も含まれます。ミュリエル・ペニコ労働大臣は、人数制限の目的をフランス人の採用をさらに強化するためと説明しています。2018年に就業目的で発給された滞在許可数は3万3502件で、同じ年に発給された滞在許可総数25万5956件に占める割合は決して多くありません。
そのため、移民排除を政策の柱とする極右政党、国民連合の党首、マリーヌ・ルペン氏は、今回の発表を政治的詐欺と呼び、右派共和党党首、クリスチャン・ジャコブ氏も、見せかけと批判するなど、政府の中途半端な移民政策に反発の声が相次いでいます。目的別フランス滞在許可発給数は、1位、家庭の事情、婚姻、家族呼び寄せなど9万74件、2位、留学など就学、8万3082件、3位、人道的理由、3万3981件、4位、就業など経済的理由、3万3502件、5位、難民認定、3万3330件、6位、その他、1万5317件です。全体の中での割合が低いとはいえ、就業を理由に発給される滞在許可の数は、過去10年で 56% も伸びています。それでも、留学生に発給される就学目的での滞在許可の伸び率、59% より3ポイント低い状況です。また、人道的理由は同じ期間で 120% も伸びています。移民の数のデータは毎年発表されていますが、出身国の統計になると最新のものでも2015年までしかありません。それによると、フランスに就業理由で来る人の出身国第1位はアメリカでした。2007年から2015年の間に発給された就業目的滞在許可の国籍別内訳は、1位、アメリカ2151件、2位、モロッコ2120件、3位、チュニジア1282件、4位、マリ1108件、5位、インド1061件、6位、中国1009件、7位、日本716件、8位、アルジェリア694件、9位、カナダ662件、10位、ブラジル554件でした。今回はライターのマダム加藤さんにご執筆いただきました。マダム加藤さん、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Mesures sur l'immigration en France, limitation des permis de travail à partir de 2020. Jeudi 7 septembre, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que le nombre de permis de séjour délivrés à des étrangers venant en France pour des raisons professionnelles ou économiques à partir de 2020, serait limité. Selon cette annonce, il y aura des quotas pour les permis de séjour délivrés aux immigrés à vocation professionnelle qui viendront en France pour travailler à partir de l'été 2020. Ils concernent en majorité les employés d'entreprise, mais incluent également les travailleurs saisonniers, les artistes et les chercheurs universitaires tels que les scientifiques. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, explique que ces quotas ont pour objectif de renforcer le recrutement de la France. Le nombre de titres de séjour délivrés pour des raisons économiques, était de 33 502
en 2018, ce qui ne représente qu'une petite partie du nombre total de titres de séjour octroyés la même année, qui était de 255 956. Ceci a conduit Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, parti politique d'extrême droite, dont la politique principale est d'éliminer l'immigration, a dénoncé une escroquerie politique. Christian Jacob, chef du parti de droite Les Républicains, évoque lui aussi des mesures d'affichage. Il y a ainsi eu une série d'oppositions à la politique incomplète d'immigration du gouvernement. Voici le classement des nombres de permis de séjour délivrés en France selon leurs motifs. En première place, 90 074 pour motif familial, mariage, visite familiale, etc. En deuxième place, 83 082 pour étudier en France. En troisième place, 33 981 pour motif humanitaire. En quatrième place, 33 502 pour motif économique tel qu'un emploi. En cinquième place, 33 330 pour demande d'asile. Et en sixième place, 15 317 pour autre motif. Bien qu'il s'agisse d'une faible part, le nombre de permis de séjour délivrés à des fins d'emploi a augmenté de 56% au cours de la dernière décennie. Une forte progression donc, mais néanmoins plus faible de 3 points que la hausse du nombre d'étudiants étrangers avec 59%, ainsi que les titres de séjour délivrés pour des motifs humanitaires en hausse de 120%. Les données concernant le nombre d'immigrants sont publiées chaque année, mais les dernières statistiques sur leur pays d'origine ne sont disponibles que jusqu'en 2015. Selon elles, le premier pays d'origine des personnes venant travailler en France était les États-Unis. Voici un classement du nombre de titres de séjour pour des raisons économiques délivrés entre 2007 et 2015 par pays d'origine. Première place, 2151 pour les États-Unis. Deuxième place, 2120 pour le Maroc. Troisième place, 1282 pour la Tunisie. Quatrième place, 1108 pour le Mali. Cinquième place, 1061 pour l'Inde. Sixième place, 1009 pour la Chine. Septième place, 716 pour le Japon. Huitième place, 694 pour l'Algérie. Neuvième place, 662 pour le Canada. Dixième place, 554 pour le Brésil. セバスチャン先生、ありがとうございました。近年、家庭の事情以外の理由で、フランスの滞在許可証を取得するのは非常に困難になってきている、とよく言われます。将来フランスで働きたい方にとって、今後の動向は大変気になるところですね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが、
1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛に、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。